はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、先駆ける夏の旧友というストーリーを見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラ9。はい、というわけでこちらのストーリーは、小川原対、先駆けの、試合となっております。はい、というわけで、遊び方見ていきましょう。今回はですね、累積報酬で、血のかけらをゲットすることができます。で、またですね、ボーナス累積報酬では、急春祭コインや、絆の記憶が、獲得できますので、皆様しっかりやりましょうという感じになっております。はい、というわけでですね、全6話までございまして、なので今回は第3話まで、見ていこうと思います。はい、ということで、あれチョさん3話まで見てねっていうね、声が聞こえてきますけれども、そうなんです、1回ね、動画収録したんですけれども、ちょっとミスで、やり直しになってしまいました。はい、ということで、なので、まあ、1回も僕はね見てしまってるんですけれども、まあ2回目ね、やり直しということで、まあできるだけ、初見の反応でね、行こうと思います。なので、皆さんは僕がね、いかに初見の反応ができてるかどうかっていうのも、まあ楽しみにしながら、見てもらえたらなと思います。いやー、ちょっとミスりましたね。はい、ということで、まあたまにはそういうこともあるということで、早速プロローグから見ていきましょう。8月のシンデレラ9。集合。お、小川原全員揃ってますね。さて、今年の夏大会まであと1週間となりました。私が監督に就任したのが4月。皆さんの指導を務めることになってまだ数ヶ月、指導方針に戸惑うことも多かったでしょう。その代償として今日までに受け取った退部届は決して少ない数ではありませんでしたが、今ここに残っているあなたたちは本気で練習に取り組み、本気で勝ちたいと願っている、そうでしょ。ああ、小川原にも結構いろいろあったんですね。はい、いい返事です。では今日も練習を始めましょう。結構なんか厳しそうなセンスですね。日が暮れるまで徹底的に。うー、怖え。はい、ということでプロローグ見ていきました。なるほどね。はい、というわけで、小川原ね、監督が変わったみたいでございます。で、その監督が、すごかったりすごくなかったりするんですかね。うん、ということで、じゃあ第1話から見ていきましょう。8月のシンデレラ9。夏大会初戦、悲願の公式戦初勝利を挙げた先駆け女子高校野球部は、続く2回戦に向けて調整を行っていた。先駆けファイオファイオファイオ、ありますよね、こういう掛け声。僕も中学の時バスケ部やったけど、こういうのありましたね。先駆けファイオ、いいですね。よし、集合。今日の練習はここまで。明日の2回戦に備えて早めに上がってゆっくり休もう。昨日の試合でみんなきっと疲れてるよね。ベンチスタートだった私ですらヘトヘトになってるんだから。なんか立ち絵ずっとこのなんかあのザブングルの悔しいですみたいな立ち絵なんかなこれって。あはは。1回戦はみんな本当によく頑張ってくれた。みんなのおかげで公式戦で初めて勝つことができた。でも当然ここで満足する気はないよ。そうだよね。ああ、明日の小川原はすっごい格上の高校だけど、気持ちで負けずに全力でぶつかってどんでん返しを起こしちゃおう。それじゃあいつもの行くよ。ご唱和ください。我ら我ら先駆け先駆け、笑顔で勝つぞ。一世せーの、しゃー、一世せーのって言うんですね。なんかこれもあれ地区によってちゃうかな。僕は一世のででしたね。うん、皆さんの一世のでもね、教えてください。一世のせとかね、なんかいろいろあると思うので、よかったらコメントください。はい。なんのコメントやねんそれは。なんて威勢のいいことは言ったけど、小川原高校、攻めも守りも付け入る隙がなさすぎる。格が違いすぎる。強いところを見習って相手校の研究とか考えて、小川原と拓大附属の試合を動画に撮ってみたものの、やっぱスマホだと画面小さくて見づらいね。デジカメとか買っちゃう？結びのお小遣いで。
三つな、あーなんか新キャラ出てきたよ。私の自腹かい。三つなも半分出してよ。小学校からの仲でしょ。そんななんか部費とかで出されへんのか。付き合いは長いけどお財布を共にした覚えはないわよ。おほほ。ちょっといい？あ、ちょっと待った。今のとこもう一回戻してくれる？ん？ここ小河原の監督がどうかしたの？この人新しい監督なんだっけ。大会パンフレットに載ってたような。あーらしいね。小河原に来る前は男子の方の監督やってて。あ、そうなんですね。部員の少ない無名校とか毎年1回戦負けの弱小校を甲子園に出場させた、手腕の持ち主だとかなんとか。やっぱすごい人やったね。うわー、道理でなんか威厳っていうか雰囲気あると思った。そっか。何か気になったことあった？あのさ、私もこんな感じで腕組んでどっしり構えた方がいいかな。ちょけてますね。いや、そっちかい。まあどっしり構えた方がいいっちゃいいけど、結びは結びらしいやり方があるでしょ。私らしくか。失礼します。ん？あれ、どうしたの美穂ちゃん。これは美穂ちゃんでいいよね、きっと。結び先輩、三つな先輩、あの明日の小河原戦のことなんですけど。あ、もしかしてビビってる？昨日の試合も序盤はガチガチだったもんね。それは忘れてください。今も緊張してないって言ったら嘘になりますけど、あの母が大会のテレビ中継を見ている時に小河原と拓大附属の試合を録画してくれていて、その動画データを送ってもらえたんです。おー、言うの母やるな。おお、そっちの方が参考になりそうだね。ナイスお母さん。どれどれ。見れば見るほど隙がない。全てにおいてレベルが高いですよね。去年の夏は1回戦負けだったなんて信じられないです。あ、でもほら、相手も私たちと同じ女子高生だし、勢いでいったら私らの方が絶対あるし、意外といけちゃうかもよ。そうですかね。そうそう、こういうのは気持ちが大事。全力でぶつかってどんでん返しをって練習終わりに結びも言ってたでしょね、結び。お、どうした？結び？ごめん、本当私正直めちゃくちゃ不安。え？試合の映像を見れば見るほど実力の差を感じるし、監督の差とか経験の差とかも大きいし、負けて当然、勝てたらまぐれって感じで、すごいかっこ悪いこと考えてる。ちょっとキャプテンがそんな弱気でどうすんのよ。分かってるよ、分かってるんだけど。でも空元気だけで勝てるほど野球が甘くないのも分かってる。それならもうこういう不安とかも全部共有して小河原にぶつかっていくのが今の私たちのベストなんじゃないかなってさ。ふふ。お、どうした後輩。美穂ちゃん、どうしたの？私少し安心しました。不安になったり弱気になってるのが自分だけじゃなかったって分かって。まあそれで言うと私も少なからずビビってるよ。この打線を抑えるってマジ？みたいな。そうやって先輩たちが正直に言ってくれると1年の私はすごく気持ちが楽になります。ならよかった。本当はもっと野球の実力とかで安心させてあげたいんだけどね。あはは、結びらしくていいじゃん。そうだね。お、早速結びらしさ出しましたね。そうだね、今の私らしいってことで。明日の試合はみんなで弱気と戦いながら野球を楽しむうちらしいスタイルでいこう。はい。あー、いいですね。はい、ということで第1話見ていきました。ということで、まああそこでこう弱気になって潰れちゃうかと思いきやね、こうちゃんと立て直してね、自分らしさでやっていこうと、切り替えれたのがすごい偉いですよね。はい、ということで、じゃあ次第2話見ていこうと思います。はい。8月のシンデレラン9。一方の小河原高校もまた2回戦に向けて練習を行っていた。次、内野ゲッツー。オーライ。お、カシノちゃん出てきたよ。セカン。お、ゲッツーの練習かな。ファースト。オッケー、ナイスショート、ナイスセカン。かー、認めたかないけど本当にキリと息ぴったりだな、カシノは。ありがとうございます。ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいです。
ただ呼吸が合うってだけじゃなくて実力的にも釣り合ってるからなんだろうけどさ。よし、私にもお願いします。ふっ、カシノさん、次はトスを。はい。もう少し低めにですね。伝えるまでもありませんでしたか。おお、やるやん。なんかそういうのもわかるんですね。入部してからの数ヶ月間、鬼塚先輩とはずっと一緒にいますから。コースの好みも守備位置の癖も、野球に関係することなら大抵のことは答えられるようになりましたよ。すごいな、なんか。頼もしい限りです。これも監督の指導のおかげですね。私たちは今、間違いなく恵まれた環境にいます。守りを固めるため、基礎を固めていた小川原の野球が、守備だけでなく、攻撃面でも実力を発揮できるようになった。新しい監督の存在によって、固いつぼみが花を開いたようなものですね。きっと皆さんのこれまでの日々は、そこに至るための試練だったんだと思います。試練ですか。はい。私にもそういう経験がありますから。そう、カシノちゃんはね、坂上の後輩なんですよね。そうなんですね。でも大丈夫です。信じていれば必ず乗り越えられますから。ええ、そうですね。あ、ところで鬼塚先輩は元から守備が得意だったんですか。よう喋るな、練習中に。え、ごめんなさい、純粋に気になっちゃって。守備が上手くなったのは小川原に入ってからですか？それとも前から上手だったり？上手いという自覚はありませんが、打撃や走塁に比べれば得意ではありますね。先輩のプレーを見てると伝わってくるんです。一つ一つの動きが丁寧というか、守ることを本当に大切にしているのが。そうですか。私が野球を始めたのも、とても華麗な守りでチームを率いる人を間近で見ていたからなので。まあお姉さんのことですね。なるほど、憧れの人がいることが強さの秘訣なんですね。カシノさんこそ1年生とは思えない実力ですよ。フィールディングやグラブさばき、ステップも送球も火の打ちどころがありません。ありがとうございます。私も守備には自信があるんですけど、その理由は鬼塚先輩と似ています。私には自分を認めてほしい先輩がいるんです。まあこれ坂上ちゃんのことでしょうね。認めて。はい、はい、その人に見てもらいたい一心で一つ一つのプレイを大切にしてきた結果、今の私があると思っています。それは柏野さんにとっての野球をする理由でもあるのですか。そうですね。そうですね。その人がいなかったら野球は中学でやめていたかもしれません。鬼塚先輩はどうして野球を続けているんですか。カシノさん、おしゃべりはこの辺にしておきましょう。練習中ですから。あ、ごめんなさい。うん、よくしゃべりすぎね。低めのトスお願いします。それが済んだら次は5球連続でですよね。すごいな、息ぴったりやん。集合。なんかこの二遊間は洗い場並みのすごい二遊間になりそうですね。皆さんお疲れ様です。昨日の2回戦に向けてやるべきことは全てやり尽くしました。あとは小川原の野球をするだけです。では早めに休んで今日の疲れを取るように努めてください。はい。おお、いいですね。いいですか。柏野さん、少しいいでしょうか。はい。はい。先ほどの話なのですが、あなたが認めてほしいと思っている方はまだ野球をやっているのですか。はい、まだ続けてくれていたというか、一度辞めてしまったんですけど、また戻ってきてくれたんです。そうなのですね。けどそのことを知ったのは小川原に入学を決めた後のことで、一緒にプレイできないのは残念ですけど、こういうふうに考えることもできると思うんです。先輩とメイ先輩と過ごした時間があってから自分はここまで成長したって。じゃあもしさ、坂上が野球をやってたっていうのをさ、もうちょっと早めに知ってたらさ、このカシノちゃんは本校の選手やったんですよね、きっと。多分本校来るもんね。うん。そう考えたらちょっと面白いですね。それがカシノさんにとっての試練ということですか。はい。はい。あの過去があったから今の私があります。そして私が小川原にいることで、私はそれを試合で証明することができるんです。
あまり気にしないでください。こういう話ができるのも二遊間の絆を深められたからだと思っていますから。鬼塚先輩の話もいつか聞かせてくださいね。いやーこれな、もう今喋られへんっていうのをね、樫野ちゃんは察してね、いつか聞かせてくださいねっていう感じ、いいですよね。いやさすがでございます。私のええ、そうですね。はい、ということで第2話見ていきましたね。いや樫野ちゃん結構いいキャラしてますね。野球上手くて、しかも結構人のことを分かるというか、結構察すことができてね、なんかいい感じ。はい、ということで、まあ両校の、試合前の様子を見ていきましたけれども、ということは第3話で、試合始まるんじゃないでしょうかね。いや楽しみでございます。ということで、本日ラスト第3話見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。大会3日目、両校のシードノックが終わり、試合開始が刻々と大会3日目、両校のシードノックが終わり、試合開始が刻々と近づく中、この試合もお腹の底から声出して先輩たちを全力で応援するぞ。おー、やっぱ強豪校っていっぱいおるもんな。いいな、やっぱスタンドにもユニフォームを着た選手がいるのを見ると圧があるっていうか、強豪って感じするよね。それに対して私らは全員ベンチ入りだもんね。シートノックも早いし上手いし、なんかいろいろと見せつけられちゃってるね。なら私らも見せつけてやろうよ。思いっきり声出して目いっぱいグラウンドを駆け回って、心の底から野球を楽しんでるぞってところだね。さ、エンジン組むよ、みんな集合。今日はいつも以上に打たせて取りまくるから、後ろのみんなよろしく頼んだよ。おお。野球の神様はより多くの努力を積み重ねた方に微笑みます。持てる力のすべてを出し切ってきてください。はい。いやーこの監督マジ強そう。樫野さんは野球の神様はいると思いますか？はい、私は信じてますよ。どこかで必ず見てくれていると。そうですか。さあ参りましょう。はい、いやーついに始まりますよ。お、いいね、結び頑張れ。これ坂上はどっちを応援したらいいかわからんくなるんちゃん。初回から集中していきましょう。ただいまより先駆け女子高校対小川原高校の試合を開始します。プライボール、始まったよ。さあ思いっきり声出していくよ。声で負けてたら試合に勝てるはずがないからね。初球から振ってけ、打てるよ、自信持ってこう。ストライク、オッケーオッケー、ナイススイング。今みたいにガンガン振ってピッチャーにプレッシャーかけてこう。今日はいつも以上に積極的に。おお、お、打った、いい当たり、三遊間アウト。くー、惜しい、ショートうまいな。お、ショート早速ないバッチ、当たりは良かったよ。この調子で攻めていこう。ワンアウト、ワンアウトです。公式戦初勝利で1回戦突破、勢いで言えば相手の方が上かもしれないけど、どんなに力強い球流も岸壁の前では無力に散るだけ。あ、出た、スコアボード。小川原は自慢の剣士を見せ、初回を三者凡退で切り上げる。直後の攻撃、3本のヒットに先駆け女子の守備のミスなども絡み、早々に2点を先制した。あ、いきなり取れちゃった。2回表、簡単に2アウトを取られた先駆け女子のバッターボックスには6番ピッチャーの、お、ミツナー、追い込まれても強気強気、いつものスイング見せてよ。打った、オッケー、ナイスガッツ、食らいついていく姿勢大事だよ、その調子で。あれ、ミツナー、まさか自打球で怪我とかしてないやろな。誰かコールドスプレー、あたし行ってくる。自打球が足に当たってしまったようね、大丈夫かしら。ピッチャーの方ですよね、次の回に影響出ないといいですが。いたたたたた、
三綱、大丈夫？この辺だよね。冷やすよ。うん、ありがとう。当たったの軸足か。踏ん張れそう？無理は禁物だよ。分かってる。軽くかすっただけだし、結びのおかげで痛みも引いてきたよ。だから任せて。うん、うん、頼んだよ。自打球を受けた直後、意地を見せた三綱が安打を放ち、先駆け女子初の出塁となるも、後ろの打者が倒れて無得点に終わる。あー残念。そして2回裏、小川原打線が先駆け女子に牙を剥いた。先頭打者が挨拶代わりの本塁打を放つと、長短打を織り交ぜ、打者一巡の猛攻でこの回一挙5点を奪い取る。いやーこれはもう実力差がすごいぞ。その後も小川原の勢いは止まらず、3回裏の攻撃、走者を2人貯めた状態で、おお、ホームラン！マジかすごいな。これってコールドある？これで10点目。あれが入るんだ。このままだと5回で、あーやっぱ5回でコールドなんですね。うん、まだまだ1点でも返せばまだ試合は続くよ。あはは、そうだね。三綱、汗すごいよ。三綱、タオル持ってこうか。水分補給も。あ、やっぱあの足やばかったんちゃん。三綱、足見せて。痛っ、ちょっと結び痛いよ。腫れてる。さっきの自打球ここに来て響いてるんじゃない？いけるよ、大丈夫、まだ投げれるから。ダメだよ三綱、交代しよう。これ以上はもう。変わるって？誰と？うちのピッチャーは私しかいないんだから、私が頑張らないと。なんかあのメジャーの青春時代のあの五郎くんみたいになってるやん。ああの私投げます。おお、美穂ちゃん大丈夫なん？わお、いいとこで終わりやがった。はい、ということでですね、めちゃくちゃいいとこで終わるやん。マジかよ、美穂ちゃん大丈夫？すげえわ。はい、ということで第3話見ていきました。やっぱこれ3話で終わるのが一番いいよな。いっちゃんいいとこがいつもね3話の終わりに来るんですよ。いやこれはまた気になる展開だ。はい、というわけで、3話まで見ていきました。ということでいかがだったでしょうか。で、ここまでのお話で何かコメントある方、ぜひぜひコメントね、感想ぜひ書いていってください。よろしくお願いします。はい、いやよかったな今の。いやマジであの青春時代の五郎くんでしたね。足怪我して、いやよかったですね。はい、ということでですね、次回4話から6話見ていこうと思いますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいでございます。はい、ということで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということでまた次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、初水南水さんのジョゼでした。バイバーイ。